制覇、そして日本一、うん、おめでとうございます。ありがとうございます。どうも。18年ぶりのアレと、38年ぶりのアレのアレになりましたが、うん、まあ、今シーズン振り返ってみて、岡田監督、いかがですか。うん、まあ、振り返ったら よかったやろうね。はい、うん、まあ、そうだな。こう勝負どころというかね、はい、うん、このね、ゲームが鍵だったとか、なんかあんまりそういうのないよね。うん、ずっとまあね、開幕からずっとその言い続けた、ね、それがみんなが徐々にこう力をつけて、うん、まあ、4月より5月、5月より6月、そうね、徐々にやっぱりこのチームが強くなるって言ってたんだけど、本当にそういう描いたシーズンっていうかね、もう本当にこうずっとこうやっぱり力が連れていって、本当にまあ、予想通りでおかしいけどね、うん、本当にね、思ってた通りのそういうチーム作りというか、チーム、ね、強いチームになっていったなっていうのが感想よね。だから、なんでか言うとも、いや、こうなると思ってたっていうかね、描いてた通りのそういうのをいったね、今年はね。その今年1年がタイガースを見てて、そのずっと強いなっていうふうに思ってたんですけども、うん、まあ、投手もそうですし、打撃もそうだったんですけども、何が一番この強さの秘訣だったんですか。もともとあんまり打つ方はね、期待してなかったんだけど、期待してないっておかしいけど、はい、まあ、どっちかというと守りから入ろう、守りっていうね、はい、まあ、ちょうど1年前のこの秋のキャンプからね、守り守りというんでね、はい、まあ、そんで守備位置もある程度変えた、はい、コンバートもやって、ね、まあ、打つ方はまあ打順もある程度固定するっていうかね、うんうん、だから本当にまあ適材っていうかな、まあ、中野もやっぱりセカンドの方は絶対こう、ね、うん、打つ方にも集中できるっていうかね、はい、そういう適材を見極めて、だからそれが本当にその思った通りのね、そういう力を発揮できたのかな、うん、うん、まあ、ゴールデングラブ賞の話になるんですけども、うん、まあ、センターライン含めて5人が、うん、あのゴールデングラブ取られましたけども、うん、まあ、あのまあ昨シーズン、まあ、あの失策が多かったりとかいろいろタイガース言われてましたけども、うん、なんか岡田監督から何かあのアドバイスだったりとかそういった助言されたんですか。うん、まあ、あの失策のその数はもう別に何も気にせんでいいって言った、うんうん、これはもう記録員がつけるだけやからもう、いや俺はずっとそう言ってたんよ、うん、それはやっぱり先入観とかね、そのあるから、そんな気にせんでいい、はい、まあ、一番はもうファインプレーいらないね、アウトにできるボールはアウトでしょう、ゲッツーできる、ね、ボールはもう確実にゲッツーしていこうっていうかね、はい、うん、でそれにはやっぱり、まあ、二遊間のあうんの呼吸というかね、ある程度固定しないと、はい、やっぱりどこが投げやすいとかね、そういろいろ精神は違うから、はい、まあ、その辺はもう、そういう意味でもやっぱり固定ね、ある程度固定しないといけないっていうね。あの小畑選手が開幕で出られてましたけども、うん、まあ、その固定というところで木浪選手を、うん、まあ、途中から固定する形になったんですけども、うん、その決め手というか、いやいや、もう1年間小畑と木浪で行こうと思ってたから、それはもうでセカンドは中野でね、はい、まあ小畑も1年間持たないと思ったし、まあ、木浪も1年間持たないと思ったから両方でね、うん、まあだからまあ先にね尾形を使ったいうのは、うん、まあ、いつでも木浪がいますよっていう感じのね、うんうん、尾形が本当の、ね、初めてのこう開幕しようと思うしね、うん、でまあちょっとね最初よかったけどちょっと疲れてきたなあいう時に木浪使って、うん、その木浪がもうずっと ね、うん、行ってしまったからこれも帰れなくなった、うん、逆にね、うん、まずその8番でやっぱ木浪選手いることによって、うん、僕もまあ外から試合を見ていて、うん、まあ、切れ目のないというか、まあ、すごくポイントになる打者だったと思うんですけど、もういやいや打たんでいいよって言ったそうよ、で、あのじゃあ木浪選手は今日小畑にも8番木浪にしても8番だから別に大事に変えるつもりなかったから、もうとにかく守れと、うん、今年はね、うん、まあ2人で1年間とにかくショートとして、ね、うん、そうもうまず守りっていうね、うん、で打つのはもうまあ8番でまあフォアボールでも何でも選んだらええかなぐらいよ、まあ、そうなってくるとその、まあ、木浪選手、中野選手のコンビっていうのは、うん、あの岡田監督から見てどうでしたか、二遊間の動きとしては。あの木浪もだから1年前ここでね久しぶりに木浪見たよ、はっきり言って、はい、
ね、監督決まった時はもう、まあ、平田ね、まあ、二軍監督してたから、はい、で小畑はまあ肩がいいし、うん、守るんだったら小畑いうのを言ってたからね、うん、から別にいいって守りだけでもじゃあ小畑で行こうっつって、うん、もうね、もうバッティングはもうね全然目つぶってって、うん、でこれスタートしたんだけど、で木浪もね一緒にショートを、はい、木浪お前2年ぐらい何してたんだよ全然見んかったからさ、その時あの木浪もうおったんよお前何してたんや言うたよ小畑と木浪にねショートでまあ2人でねこれまあ競り合わそうかなっていう感じ で思ったよりも木浪ね語りしてもね、うん、もう思ったよりも強いなと思ったし、はい、あこれ木浪もショートいけるなと思って2人で競り合ったのそうで競争しちゃったというかね、うん、バッティングの方ですね、うんまあ、特に1番近本選手中野選手というのがすごく機能したんじゃないかと思ったんですけども、うんうん、岡田監督の目からどう映ってましたか。機能したのは想像以上よ、うんうんまあ、その想、はい、想像以上というのはフォアボールやそういうこと、うんまあ、その僕、うん、記事のレベルでしかあのお伺いしてないんですけども、うん、監督が査定の話をしたっていうのは、うん、もう今までの歴代の監督を見ても、うん、ヒットとフォアボールの評価が同じにする監督でいらっしゃらなかったと思うんですけども、うん、やっぱそういうのはやっぱあのよそから、まあ、外から見ていやだから俺はずっとね、はい、解説とかでね見てて初球からポーンと打ち上げるもったいないなとかもうちょっと1、2番じゃピッチャーにボール投げさせてね、はい、やっぱりなんか後ろのバッターにねどんなボールを見せてあげるとか、なんかチームとしてのそういうね機能というか、うん、特にその感じたのは今回4番で固定した、うん、あの大山選手が特に低めのボールだったりサイドのボールを振らなかったね。そう、あの低めのボール球はもうとにかく振るないったけどね。それはね、うん、それはミーティングとかで言われます。そうそうそう、うん、まあ4番でまあ大山選手固定されましたけども、うん、大山選手の活躍今年いかがでしたか。数字的にはそんなまあ普通っていうかな、うん、もう数字的にはそんな目立たないけどね、はい、やっぱり1年間通したらやっぱりね4番手として座ってね、うんうん、いろんな面でねまあ、 決めるとこは決めるし、はい、まあねそのつなぐとこは、ね、4番でもフォアボールを選ぶとかね、うん、いろんなところで機能したね 4番、うん、4番としてね。そうですね、うん、まあ固定まあ、完全固定ではなかったですけど森下選手1年目で、うん、すごいいいところで打たれたと思うんですけども、うんまあ、監督から見て森下選手いかがでしたか。まだちょっとやっぱりすごい波があるね、あれね、うんまあ、これはまあ1年目でしょうがないけど、はい、そこまでねこうねそういうのはちょっと国家もわからないけどまあでもねレギュラーポジション取るんだったらね、うん、何年目の関係ないからまあね、もうちょっとやっぱり波を減らすというかね、うん、村上投手と大竹投手のちょっとあの活躍というか、うん、今年いかがでしたか。村上も1年前これキャンプでねあいい球投げるなと思ってたけどね、うんまあ、球速がぐっと上がったと思うんですけども、うん、まあその数字はねあんまりこれ気にしてなかったけどやっぱり後ろで見てねやっぱりそのボールのストレートの伸びというかね、うん、もうまあこれで、まあ、2月ね見た時にあこれはいけるなと思ったけどまあ最初から6人はやっぱ入らんかったよな、うん、あの大竹はねある程度まあ実績もあったしね、はい、まあ入れたらで、ね、まあ、ね、5つ6つぐらいいけるかなっていうのは、うんでまあ、1年間ね投げたことないからね、まあ、どっかでへばるから、まあ、そこをカバーできるかなぐらいでね、うん、でもあの2人のピッチングですが安定感というか1年あの何年かもローテーション投げてるんじゃないかっていうぐらい安定感あったと思うんですけども、うん、やっぱりもう、まあ、そういう意味ではねあの2人を、ね、2人だけ坂本にした、うんうん、キャッチャーね、うん最初坂本がうまく引き出したよね、うん、坂本やっぱコントロールのいいピッチャーはうまく引き出せるよね、うんうん、あの監督としてはやっぱ湯浅選手が抜けることっていうのはやっぱ結構ダメージだったんですか。いや全然ダメじゃなかったそれは、うんうん、湯浅はあんまり期待してなかったもん最初、うん、だから湯浅一回も見てないんだもん。ああそうですね、そうそうそう、はい、去年の11月からもう WBC のボール投げてて、はい、キャンプも来てないし、あそうです、うん、
だから本当に岩佐はピッチング見たの試合ね、オリックスの2軍、2軍の時にね、ちょっと試合で投げたんは、はい、あれ1試合とあとブルペンで 1回ぐらい、うんうん、これはちょっとしんどいなと思ったよ、うんうん、まあ、投手でも全体素晴らしかったと思うんですけど、うん、今年ドラフト1位で下村投手取られましたけど、うん、期待はされてますしてる、うん、2位と2人で、はい、でも、まあ、先発で使うのか、まあ、あの、うん、中継ぎ使うのかでも今後を見て決められると思うんですけども、うん、なんかそういった中で構想ってあったりしますか？そうよな、どっちかというと先発かな、うん、2位だったらシーバーか、はい、あのちょっと中かなと思ってるけどね、後ろの方かなと思ってるけど、まあこれはまあ一緒のね、まだ今年一緒のメンバーじゃ当然無理と思うからね、はい、やっぱり新しい力というかね、はい、まあ、新人でこのキャンプでもね、うんうん、これちょっといけそうだなっていうのはね、あるし、まあ、そういうのも徐々にね、やっぱり変えていかないといけないと思うからね、うん、まあ、ドラフトの話になりましたけども、あの高卒の野手も2人取られましたけど、うん、まあ、今二遊間が安定しているということで、まあ、ちょっと若い戦力を補強したという形になりますか？そうだ、若い戦力というか右バッターだ。そう、左が多いですからね。そうだ、みんな同じようなタイプね、はい、右投げ左打ちで、ね、そういう似たタイプが多いから今ね、はい、どうしてもね、本当内野で、ね、右バッターで打てる、ね、そういう選手っていうのはやっぱり必要だし、育てていかないとね、いけないと思うね、うん、あの、僕最後の質問なんですけども、うん、あの岡田監督があのベンチであのパイン飴を舐めていたと思うんですけども、うん、そのおかげで僕があの日本一、まあ、優勝した時にパイン飴のお仕事をいただきまして、あのそれはもう、あのお礼を言いたいなと思いまして何だったパイン飴、リーグ優勝した時にあのその瞬間特番があって、あの1000個のパイン飴を配るっていう仕事をいただいて、もうあのこれは直接お会いしてなかった仕事だったので、岡田監督にもうお礼を言いたいので、見たちょっとありがとうございました、まあ、あのその後もね、一人ずつ取っていったあの終盤ちょっと時間の関係で10個ぐらい渡したんですけど、本当にありがとうございました。またそれで日本一になった後も、うん、ちょっとあの岡田監督にプレゼントできるようなものを寄せ書きで集めますね。またあのちょっと時間ありましたら持ってきますので、よろしくお願いします。すみません。またあの日本一になられて、あのファンの方々がみんな岡田監督の言葉をいただきたいと思うんですけど、うん、最後に一言こちらのカメラによろしくお願いします。ね、まあ18年で日本一は38年か、まあね、本当長かったですけど、まあ今年監督就任してね、なんとかこうね、まあ。あれね、優勝で言わなかったんでね、まあ、そのプレッシャーとかいろんな面があるから、ね、そういうので1年間、まあ、本当に期待に応えられてね、本当、まあ、本人もこんなうまくいくと思ってなかったし、1年目からね、結局は、まあ、野球、やっぱり勝負というのはそんなもんなんかな、うん、あんまりね、欲をかかずに、本当、無欲で1年間ね、やり続けた結果がね、本当こういう結果になったと思うんでね、まあ、これはね、みんな本当、まあ、今年はもうですね、全部ね、一緒でっかな、お入れ袋もなんか、本当にもうね、甲子園もね、超満員でたくさんね、応援してもらって、まあね、それになんとか期待に応えられて、本当良かったと思うし、まあね、まだ来年以降もね、やっぱり、十何年とか三十何年はやっぱりダメやわね。なんとかね、本当で、ね、毎年そういう声援もらってね、期待に応えられるようにね、本当頑張りたいと思うんで、ね、まだよろしくお願いします。ありがとうございました。すみません、岡田明信監督でした。ありがとうございました。ありがとうございました。